はい、では1番からいきます。まず1番が愛ですね。意味は私はとか私がになります。僕は僕がのように訳しても大丈夫です。同じ発音するものに愛、目があります。ただこちらの愛はよく複数形の S つけて愛図っていう風に出てきますね。愛という単語は文中でも必ず大文字で使います。文のどこにあっても必ず大文字、小文字でこのように書くってことはないと。他の代名詞と一緒に使うときはほにゃらら &I のように表します。例えばあなたと私だったらば You and I、 彼と私だったらば He and I のように言うということです。はい、では次いきます。2番、 You です。あなたっていう意味で多分知っていると思うんですけども、実はあなたとあなたたちっていう複数形もあるんですね。なのでどちらで訳すかっていうのは文脈、状況で判断することになります。ただ分かるようにはなってるので、どちらで訳すかっていうのはその都度考えるということになります。でですね、この主格っていうのがほにゃららはほにゃららが、目的格っていうのはほにゃららをほにゃららにっていうふうにあるんですね。これについては代名詞表っていうので、説明しているんですけども、なのでそれぞれ意味があるわけなので全部で8個訳し方がありますね。あなたはあなたたちは、あなたがあなたたちが、あなたをあなたたちを、あなたにあなたたちにですね。その都度どれで訳すかを考えなくてはいけないということですね。ただ主格と目的格っていうのは使う場所が決まってますので、それによってどっちかっていうのは推測はできるんですけど、その都度考えるということになります。はい、3番ですね。今度は he という単語です。彼はとか彼がっていうふうな意味になります。この反対の単語が she っていう単語になります。こちらについては4番で説明しています。 she ですね、彼女は、彼女が。でこの死っていう発音なんですけど、動物などを追い払う時の死っていう音の死っていうのを伸ばした音で死ですね、死っていう音になります。アルファベットのこの ABC の C、 海の C、 見るの C というのは全部 C っていうふうに発音なので、この C とは異なるということですね。次5番に行きます。はい、and という単語ですね。よく and ってど強く読んでしまうんですけど、これは極端な話言うとほとんど聞こえないぐらいの発音ですね。 and、 ほにゃららと点点点とか、そしてっていう意味があります。命令文の後ろに使うとそうすれば、比較級 and 比較級の形で使うとだんだんほにゃらら、ますますほにゃららのような意味もあります。あとこれらのような意味もあります。はい、では次6番に行きます。はい、6番です。6番はあという単語ですね。一つのとか一人のという意味があります。数えられる名詞の前に使うとあデスクとかあペンのように使います。でそのあっていうのは必ずしも日本語に訳すわけではなくて、自然な日本語にすればいいです。I have a desk だったらば、一つの机って言わなくても、私は机を持っていますっていうふうに訳せば大丈夫です。で、強調したいときは、one っていう単語をわざわざ使うんですね。I have one desk。私は一つの机を持ってます。なので、強調するときには one、普通のときには a を使うということになります。あと、兄は、ほにゃららにつきっていう、ちょっと難しめの意味もあります。一番下のこの、once a week だったらば、週に1回。twice a week だったらば、週に2回ですね。ほにゃららにつきというような意味もあります。はい、では次いきます。7番、an ですね。一つの、一人の、ほにゃららにつき。でこれ先ほどのあと、同じような意味なんですけども、使い方が違うんですね。後藤が母音あいうえおの音
の前で使う単語になります。例えば apple っていう単語、リンゴですね。あで始まっているので、その前に an を入れて an apple っていうふうに言います。例えば他に orange っていう単語なんですけど、おで始まっているので前が an になって an orange。 でなぜそのように変わるかっていうと、発音上の理由なんですね。読みやすくするためにということになりますですね。はい、では次行きます。8番、 this という単語です。これっていうふうな意味ですね。これとかこちらとかこの人、あとはこの、今日のなんていう意味もありますね。今度のなんていうのもあります。まあ最初はまずこの、このとこれですね。これを覚えてもらって、あとは余裕が出てきたらこちらも覚えていってください。でよく this is 何々って言うんですけども、 this と is には短縮形がないと。これ比べてあの that の方があるんですね。なので、ちょっとそこがごちゃごちゃしてしまうかもしれないんですけど、 this is には短縮形はありません。複数形は these っていうふうに発音します。 these、 これについてはこちらですね、で説明しています。ではこの this の反対の that ですね。はい、9番 that です。で that にはいろんな意味があります。まず今出てきた this の反対のはこれですね。あれとかあちらとかあの人とか、あとはこのあのもそうですね。 this の反対です。でそのっていうふうに訳すこともあるんですね。まあ、それについてはまた例文が出てきたときにお話ししたいと思います。はい、あとはですね、関係代名詞というのがあります。これについては中学3年生で習う内容ですね。ダントツ英文法の方で説明しています。あとはですね、この3番の意味はちょっと難しいので、最初は特には覚えなくても大丈夫だと思います。はい、 that と is の短縮形は that ですね。複数形は those っていうふうに読みます。こちらについてはこちらで説明します。はい、あとですね、接続詞というのがあります。文をつなぐ働き、これは中学2年生の内容ですね。何々ということっていうのがあります。これについてもダントツ英文法の方で説明しているので、ぜひそちらの方を見てください。で、this と that 何が違うのかっていうと、 this は話し手の近くにあるものや人を指すと、まあ近い場所にあるもの。それに対して that っていうのは離れた場所にあるもの、いる人、あとはすでに話題になっているものなどを指すと、ちょっと遠いところっていうイメージですね、というふうに考えてください。はい、では次いきます。はい、次10番は the という単語ですね。そのっていうふうに訳しますけど、訳さなくてもいいと。で、母音の前だと z っていうふうに読むんですね。聞いたことあるのは多分 end っていう単語の前に the が入ってて the end というのなんですけども、あいうえおで始まる前の時には z っていうふうに読みます。はい、で the にはいろいろな用法があるんですね。天体、方角、時など世の中に一つしかないものの前につける用法になります。あとは助数の前につける用法、助数っていうのは何番目っていう意味ですね。さらには形容詞、副詞の最上級につける用法などもあります。最上級っていうのもダントツ英文法で説明しています。あとは冠詞について説明したところがあるんですけども、そちらでこの the を紹介しています。あと an と the、 この3つを冠詞っていうふうに言います。それについてもダントツ英文法の方をぜひ見てください。はい、11番ですね。 am という単語ですね。 I am っていう形で使いますね。何々ですとか何々であるとか何々にいるというような意味です。主語が I の時に使う be 動詞というものになります。 be 動詞っていうのは be って書いてその後に漢字で動詞なんですけど、 be 動詞というものです。これについてはこの後の12と13の方にも出てきますので、そちらでまた説明します。
はい、I am の短縮形は I'm ですね。am と not の短縮形はないということです。はい、では12ですね。こちらも B 動詞です。are という単語です。この are は you are ですね。この you are で習うのが最初ですね。あとは we are とか they are、私たちとか彼らとかっていう意味もあります。はい、意味は先ほどの am と一緒ですね。 B 動詞なので何々ですとか何々である、何々にいるのような意味があります。はい、あと短縮形ですね。こちらについては、まあ、このようなものがあるというふうにだんだんと覚えてもらえればいいと思います。はい、13番、こちらも B 動詞ですね。 is、 ほにゃららです、ほにゃららである、ほにゃららにいるのような意味ですね。で、三人称単数の主語に使うと。三人称単数っていうのは he とか she とか it とか、あと人の名前などですね。 he is 何々、彼は何々です。 she is 何々、彼女は何々です、のように使います。あと短縮形がこのような形があります。まあ、どれも結構出てくるものばかりですね。はい、ぜひ覚えていきましょう。では次、14番に行きます。my という単語ですね。私のという意味になります。難しく言うと、I、一番最初に出てきた I の所有格というものになります。で、これについては、I、my、me、mine のような活用があるんですけども、その、まあ、所有格というものですね。詳しくは代名詞表という動画をぜひ見てください。あと、あまり使わないですけど、関東詞があって、オーマイのような言い方をして、オヤマーなんていう意味もあります。はい、次15番ですね。You are、 これは You の所有格、あなたの、あなたたちのという意味になります。で、この You are にもこう意味が2つあるので、文脈判断で、文脈や状況で判断するということになります。はい、では次、16番。はい、ちょっと意味がいっぱいあるんですけども、ハブという単語ですね。持っている、あとはペットなどを飼っているという時に使いますね。で、この意味の時には普通進行形にはしないと。で、食べる、飲むなどの意味があって、この時には進行形にできます。詳しくはダントツ英文法の現在進行形などを見てください。あと、have to でほにゃららしなければならない。こちらもダントツ英文法の方で説明しています。さらに大切なのが、この現在完了形というものですね。これは中学3年生の内容で、訳し方がこのようにあります。はい。活用ですね。過去形、過去分詞形っていうのがあるんですけど、どちらも had というふうな形になります。三単元の S がついた形は has ですね。はい、まあ、これについては一つずつこう詳しく説明するととても長くなってしまうので、それぞれダントツ英文法の方で説明もしています。そちらの方ぜひ見てください。はい、次行きます。17番、 do という単語ですね。 do っていうふうに聞くと、 do you 何々っていうふうにこう相手に質問する形っていうのを多分最初に思いつくと思うんですけども、もちろんそれもあります。これですね。あとは I don't 何々っていうふうにこう否定文作る時の単語でもあります。ただこっちの意味もあるんですね。動詞で何々をするとか行う、宿題をするなんていう時に、例えば私の宿題をするだったら do my homework のような言い方するんですけども、この意味で使うということですね。過去形が did、過去分詞形が done というふうになっています。三単元の S がついた does、 これもよく出てきますね。疑問文、否定文を作るときに使う単語でもあります。詳しくは一般動詞というところですね。疑問文、否定文などを見てください。こちらについては三単元の S について説明している動画の方をぜひ見てください。はい、18番ですね。
it、 それっていう風な意味ですね。で、それはそれがっていうのがあって、あとそれをそれにっていう目的格っていうのもあります。 it、 it's、 it っていう風に変わります。で、 it の複数形は they になるっていうのも大切なことですね。それらっていう風な意味があって、これについてはナンバー60の方で説明しています。はい、さらにこれも大切ですね。時間や天候や寒暖、暑い寒いなどを言う時の文にも it を使うんですけども、訳さないんですね。主語として使うけど訳さない。あとは中学3年生の内容で it for to というものがあって、その it のところですねに使われると。詳しくはこちらですね、断トツ英文法の不定詞語 it for to っていう文のところの、解説をぜひ見てください。はい、あと it と one の違いっていうのがあるんですけど、これは one が出てきた時にまた説明したいと思います。 one がナンバー41なので、そちらの方で説明します。基本的には前に出た名詞そのものを指す、ここまでまず覚えておいてもらえればいいと思います。はい、19番 from ですね。ほにゃららからとか、ほにゃらら出身のという意味ですね。手紙の最後にこう from 誰々っていうふうに書いたりしますよね。例えば from メグだったらメグからという意味ですね。あとは from to というような言い方もあります。 from Monday to Friday だったらば月曜日から金曜日までのような意味ですね。はい、今回の最後20番の単語です。 our という単語です。私たちのという意味、 we の所有格になります。 we、 our、 us、 ours というふうに変わるんですけども、その2つ目ですね、私たちのという意味になります。同音語に our、 1時間、これがあります。これよく hour って読む人もいるんですけど、正式な発音はアウアになります。ぜひこちらの327の方も見てください。はい、今回の内容以上になります。で、今回の1から20までまとめたプリントですね、がこのようなものがあります。で、このプリントというのはですね、最初に見てもらった、はい、このページ、先ほどこちらクリックしたんですけども、こちらクリックするとこのようなページが出てきて、今のプリントですね、印刷したいときにはこの上の PDF ファイルというのを開いてもらって、下の方にちょっと見づらいですけどプリンターのマークあるんですけど、こちらとか、あと画面上で右クリックすると印刷っていうのが出てくると思います。ぜひそちらから印刷して使ってください。はい、さらにはその下にずっと行くと、今度は単語テストですね、このようなものもあります。これは印刷しないでも、この見た目で画面見ながらこちらをこうなんか手元の紙とかに書いていっても大丈夫だと思うので、ぜひ使ってください。一応 PDF ファイルもこちらにあります。はい、あとですね、この先ほどのスライドショーの下にも同じページに続いているリンクがありますので、ぜひこれも、まあ、こちらから行ってもらってもいいですし、あとはこちらから行ってもらってもいいですね。どちらからでも同じページにたどり着きます。はい、今回の動画は以上です。他の動画もどんどん撮っていきますので、ぜひ見てください。ありがとうございました。